本当に久しぶりなので何を話せばいいかわからないんですけれども、まあ、この1年間を振り返って佐野学の集いも終わり、佐野学のトップゲーが始まったところで振り返っていきたいと思いますが、まあでも本当にこの1年間はなんか過去にもこの先にも多分こんなに濃い1年間はないなって自分でも思いますし、なんか本当にそう思わせてくれるような、なんか周りキャストやスタッフ、本当にいろんな方々、周りの方々に支えられた1年で、感謝の一言につきます。そしてもう当然のことながら皆さんの応援も本当にずっとあの僕の支えになってました。で、ずっとこうやって動画を通して皆さんとこうやって通じてるわけですが、まあなんかそれをそこでまた皆さんがあのこの人こういうキャラクターだったんだとか、実はこうだったんだとか思っていただけたりとか、本当に素の部分を見せられたっていう、そういうコンテンツがあったっていうことにも感謝したいですし、うん、なんかやっぱトゥデイは1週間に1回だけだったんで、すごい結構なんかこうサイクルが早かったんで、すっごい疲れてる時も撮ったりとか、なんかいろんなキャスト残して時間ちょっと待ってもらったりとかしてた中でやってて、途中辛い時もあったんですけれども、それでもなんか皆さんそういった声が僕たちを支えてくださって、あの本当にやる気にさせてもらいましたし、ここまで頑張ることができたと思ってます。なんだろう、まあこれでまた終わるのか分かりませんけれども、またまたこれから、始まりがあれば終わりもあるし、また終わりがそのスタートになるかもしれないので、そのスタートを本当に一歩一歩かみしめて、いい感じに成長していけたらなって思ってます。本当に、皆さん応援ありがとうございました。それではまたねー。